人間界とは異なる次元に存在する世界を無限界と呼ぶ。無限界の女王バリアは邪悪の王ログレスを倒すため、人間界に住む女子高生ユウコに無限の力を持つというバリスの剣を授ける。ユウコはログレスを葬るが、ログレスに操られていた親友のレイコをも自らの手にかけねばならなかった。そして今、バリスの戦士ユウコの新たなる戦いが始まる。私の初めての友、ありがとう。レイコ！ロブレスか。ユウコ、バルナに会いなさい。レイコの声、ベカンティンに何か起こったの？急ぎなさい、時間がない。奴はたった一人でロブレス王を倒した。バリスの剣を持った奴は女ではない、巨人だと思え。おそらく我らの力をもってしても奴を倒すことはできまい。しかしバリスの剣を奪うことだけは。来る。ユウコに襲いかかってきた戦士たちは、まさしくかつてユウコと戦ったログレス軍だ。公園は戦場と化し、ユウコの剣がログレスの戦士たちを切り裂く。ユウコは再び戦場の無限界に。そこへ現れたのは、レイコ。ユウコ、ベカンティの人たちを救って。ユウコはそれができる唯一の人。どういう意味？あなたがどうしてここに？私はいつもお前のそばにいる。ベカンティに何が起こったの？ベカンティは戦乱になり、地獄と化し、大勢の人々が苦しんでいる。戦乱？ログレス王がユウコに殺されて、王を喪失したベカンティはログレス王と反ログレス軍に分かれて戦争が始まった。そのログレス軍がなぜ私のバリアの剣を？反ログレス軍が皇帝メガスを次元の隙間から復活させた。メガスは反ログレス軍をまとめ、メガス軍として率いた。メガスの圧倒的力にログレス軍は敗戦が続いた。最後の策として、ログレス軍はバリスの剣の力を求めた。メガスとは何者？メガスはベカンティの正統王位継承者だった男、そしてログレス王の兄。兄？兄さん、それがなぜ？レイコ！早くバリアのところに行きなさい。
優子はバリアのいるベカンティに向かうが、数百のログレスの軍勢が優子の行く手を塞ぐ。狙いは優子の持つバリスの剣。優子の剣とログレスの将軍たちのパワーが激突。メガスとなぜ戦う？メガスとは何者だ？お前には無縁のことだ。剣を置いてリアリティの世界に去れ。メガスか。メガス。ギラン、貴様がログレス軍最後の将軍だ。ログレス軍は俺一人残して全滅か。戦うか、我が軍に入るか、選択するチャンスをやろう。ゲー、死に急ぐか。うわうわ。お前がメガスか。弟ログレスを倒した女だな。いずれまた会うだろう。銃だ。ユーコー様、バニティがメガス軍の侵攻を受けて、すでに我が軍は敗れて占領されました。バリア様は急いでバニティ城へ。バニティ城にたどり着いたユーコーを待ち受けていたのはメガス軍のガイアス。ユーコーとガイアスが対決する。ガイアスが激しい気合とともに切り込んでくる。それを寸前で避け、ユーコーの剣がガイアスの体を切る。強いな。しかし、メガス皇帝の敵では。うわぁ。私に力がなかったばっかりに。ユーコ様、バリア様よりの遺言をお伝えします。はい。バルナ様には双子の姉がおります。バリア様は王を継ぐ者が二人いては国が乱れる要因になると考えて、姉の方をリアリティの世界に送りました。ユーコ様、あなたです。ユーコは剣を上段に構えて、稲妻のごとく数千のメガス軍に向かって疾走する。母を失った優子の怒りは誰も止められない。メガス軍の戦士たちの屍を乗り越えて、優子はメガスの元へ。バリアか。娘が心配で死にきれぬか。メガスよ、戦乱の向こうに何が見える？絶対的能力を持った帝王が一人いれば、国は一つになる。それはお前にもわかるはず。だからこそ優子を捨てたのだろう。それは違う。私はあの子をずっと見守っていた。言い訳に過ぎぬな。国を一つにしてどこに持っていく？力だけでは国は動かせない。俺の役割は国を力で一つにするだけだ。あとは次の者に任せればいい。次の者？皇帝、お力を。一対一の戦いで助けを請うとは、そこまでして勝って嬉しいか。戦士の誇りはないのか。皇帝。覚悟！
庫の前に降り立ったメガスはゆっくりと剣を抜く。優子は剣を真横に、メガスは片手上段に間合いを詰める。二人の気合が頂点に達した時、二つの命がぶつかる。その戦いは壮絶を極めていた。時だけが静かに流れる。火花を散らす二人の剣。メガスの剣を見切った時、優子の愛と勇気と正義のパワーがメガスの剣と野望を打ち砕く。炎と悲しみの戦場で戦い続けた戦士の宿命が終焉する。見事だ。勝負は勝ち負けがあるからこそ面白い。メガス、トウと戦っていたなら倒せたはずだ。なぜそうしなかった？ユウコ、お前と俺は同じ宿命を背負っている。同じ宿命？俺はベカンティの前の王、カイザーの第一王子として生まれた。しかし弟ログレスの側近の策略で暗殺された。体を機械化することによって命を取り留めた俺はログレスに戦いを挑み、その戦いの中で自分の暗殺を裏で糸を引いていたのは父カイザーだと知った。そしてカイザーによって次元の隙間に落とされた。メガス、さらばだ。私と同じ宿命を背負った優子、ベカンティの未来を頼む。メガス、悲しい戦士。
その昔、魔界、人間界、無限界が争いを続けていた時、神が一人の巨人を三界に落とした。巨人はその巨大な力で三界を破壊し始めた。三界の王は戦いをやめ、協力し選んだ二人の勇者を巨人に向かわせた。勇者たちは見事巨人を倒し、三界の平和は守られた。その時、勇者が持っていた剣の一つがバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣。ルシアよ、あとどれくらいで魔界は滅亡するのか。あの都市で全て悪空間に消えてしまうでしょう。人間界か無限界のどちらかに移るしかないだろう。他に手があるからだ。グラメスよ、魔界のもの全てが人間界か無限界に行けば必ずや争いになる。ラダよ、生物の進化は強者が弱者を踏み台にしてここまで来た。だったら神の意志じゃねえのかい。グラメス、どんな生き物もいずれ死ぬ。魔界もそれにしかり。話になんねえな。ここまでだ。魔界は俺が仕切る。反対する者はいるか。反対はいねえようだな。レイ。はい。人間界と無限界で俺たちに立ち向かえるのはロングレスとメガスを倒した女だけだ。バリスの剣を持つ優子ですね。その女のことを知りたい。死の国からロングレスを呼び戻せ。何かの役に立つだろう。俺の剣もバリスの剣のことが気がかりだ。シャム様、
ラダ様がグラメスの陰謀でお亡くなりになりました。父上が？ラダ様より伝言を受けております。人間界に生き、マリスの剣の真の力を解放しろと。チャム様、グラメスの軍が間もなくここにも攻めてまいります。早く人間界へお急ぎください。我々の戦いは魔界に住む全ての者たちの命を守る正義の戦いだ。まずは無限界を我々のものにする。お前たちの命を俺にくれ。おこいつがバリスの戦士。バリスの剣を奪ったチャムを追って町に出た優子を待っていたのはグラメスの軍勢だった。チャムからバリスソードを受け取った優子はバトルチェンジ。ハンマーガーダーを炎の剣フレームダガーで倒す。魔界が悪空間に飲み込まれる？はい。それで私のバリスの剣を。どうしてもその剣の力が欲しかったんです。魔界の伝説に二人の勇者が出てきます。その時勇者の一人が持っていたのが今あなたの持つバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣です。レーザスの剣は今グラメスが持っています。グラメスとは何者？今や魔界の王です。グラメスは魔界の者たちが人間界と無限界に移り住むことを言い出しました。そんなことをすれば無限界と人間界に住む者はどうなるの？グラメスは全て殺すつもりです。今頃無限界はグラメス軍によって崩壊しているでしょう。ユーコはチャムと共に無限界を占領したグラメス軍を打ち破り、グラメスのいる魔界に向かおうとした時、チャムが止める。グラメスに勝つにはバリスの剣の真の力を解放する必要がある。そのためには神の世界に最も近い場所、サザーランドにいるニゼッティに会わねばならない。お前がバリスの剣を持つ優子に敗れたログレスか。いかに。どうだ、俺の配下に入れば再び優子と戦えるぞ。一つだけ聞きたい。なんだ。グラメス殿の真の目的を。まさか魔界の者たちのためだとは思えんが。見抜いておるのか。その通り、俺の目的はバリスの剣だ。俺の持つレーザースの剣とバリスの剣が二つ揃えば神と戦い、悪空間などで俺たちを試そうという神の傲慢さが許せんのだ。サザーランドに向かうユーコ、バルナ、チャム。サザーランドを守る聖戦士たちがユーコたちに立ち向かってくる。三人の正義のパワーが聖戦士たちを打ち破った時、サザーランドのニゼッティがユーコたちの前に現れる。確かに今のお前のバリスの剣ではグラメスに勝てんじゃろう。だがバリスの剣の真の力を解放すればバリスの剣とお前は神のもとへ帰らねばならぬが、その覚悟はあるのか？はい。たとえこの身が滅びてもグラメスを倒せるならば。真の力を解放したらしい。バリスの剣をレーザスの剣が呼ぶということか。優子よ、グラメスのもとへ行くがよい。そして神の試練に打ち勝つがよい。
グラメス様、お呼びで。バリスの剣を持った優子が魔界に入った。心してかかれ。グラメス殿、必ずや優子の首を持ってまいります。お前には大いに期待しているぞ。帰り討ちにならねばいいが。優子の戦い方は知っているつもりだ。冗談ではない。当たり前だ。魔界の戦士に敗北はない。楽しみにしているぞ。グラメス王を倒すべく魔界に入る優子たち。亜空間の接近で崩壊し、空からは雷鳴が鳴り響く魔界で、真の力を解放したバリスの剣の光が宿敵ログレス、さらにザリュード、アシュラを滅ぼす。しかしその間にグラミスは人間界を征服していた。これがあの平和だった町。あれはグラメスの塔。あそこにグラメスがいるはず。姉上、いよいよ最後の戦いですね。グラメス、お前だけは絶対に許さない。死んでいった人々の悲しみと怒りの声が聞こえるから。優子が来ました。分かっている。俺と優子のどちらが勝つか占ってみろ。はい。いや、いい。俺の生き方は俺が決める。グラメスの塔で魔界と人間界の命運をかけた決戦が始まる。優子、チャム、バルナ、3人は魔界の精鋭部隊を破って塔の頂上へ。レーザスの剣を構えたグラメスが登場。バリスとレーザス、2つの剣の私有を決する戦いは大地を震わせる。レーザスの剣が繰り出す炎、雷、氷の凄まじい攻撃が優子を襲う。優子の愛の祈りがバリスソード最大パワーを爆発させる。優子の体が宙を舞い、グラメスに迫る。そしてバリスソードがグラメスの胸を貫く。俺より強い奴がいるとは面白い。優子、お前はなぜ戦う？お前のために死んでいった者たちの悲しみのためだ。くだらねえな。いずれ誰もが死ぬ。強い奴の後ろには弱い者の死がつきまとうもんさ。お前だってどれだけの奴を殺してきた。すべて正義の戦いだった。まあいい。優子、頼みがある。なんだ？レーザスの剣を神に返せ。もうこの世にその剣は必要ない。それから生き残った魔界の者たちの面倒を頼む。わかった。さらばだ。バルナ、チャム、はい、はい、魔界が亜空間に消えるのは止められない。生き残っている魔界の者たちを導き、もう一度新たなベカンティの国を作りなさい。決して戦いのない平和な国を。二人とも元気で。
崩壊した世界は再び復活を始めた。しかしそれから優子の姿を見た者は一人もいない。
遠い昔、世界がまだガイアと呼ばれ、そこには様々な種族が平和に暮らしていた。東の国を支配していたのは魔元州である。魔元州の王アスファーは、その息子ガルギアに王位を継承させ、無限のエネルギーを持つという伝説の指輪タイタンを授けた。タイタンによって強大な力を得たガルギアは、神の掟を破り他の国に侵攻する。そして侵攻を反対する父アスファーを光の谷に追放した。神はその行為を許さず、ガルギアと魔元州を水晶柱グラードに閉じ込め、海底に沈めた。数千年の時を経て、魔元州とその王ガルギアがグラードの中から復活した。さあ始めるか。メディアスは黒の軍団を率いて人間界を落とせ。ルザード、ダルゲンは俺についてこい。無限界バニティ城を攻める。魔元州以外は全て殺せ。ただし女王バルノは生かして捕らえる。相変わらず女には甘いようで。敬意を表してこの俺の手で葬りたいだけだ。魔元州の攻撃によって人間界は崩壊した。女王バルナの治める無限界も魔元州によって陥落した。世界はガルギアが率いる魔元州のものとなった。バリスの戦士ユーコが天に去った今、魔元州を止める者はいない。レナ、どこへ行くつもりだ。チャム様、バルナ女王が今日処刑されると聞きました。助けに行きます。おいおい、マジかよ。レナ姉さん、俺たちレジスタンスをおびき出す罠かもしれないし、一人で乗り込んで何ができるんだよ。あまりに危険すぎる。チャム、レナに行かせなさい。ユーコの声、どういうことだ。レジスタンスの姉妹レナとアムはバルナを救出するために魔元州が待ち受けるバニティ城に潜入。虎の下半身を持つ魔元州の将軍ダルゲンをレナの剣が一刀両断のもとに切り裂く。俺の名を知っているとは光栄だな。死んでいく前に名前を聞いておこう。墓石に名を刻む必要があるからな。やばいな。だから俺はやめた方がいいって言ったのに。私はレジスタンスの戦士レナ、お前の命をもらう。あた。ダルゲンを倒した力は見事だったな。しかし俺の真の姿を見て生き残った奴はいない。レナ姉さん、この場は引く気はないよな。奴を倒してバルナ女王を助ける。わかったよ。やるなら一気に行くぜ。はぁ、やっ、死に急ぐか。
とどめだ。なんだ、なに。傷が消えてる。傷は私が治した、レナとアム。何でも知ってるみたいだが、一体何者なんだ。私の名はアスファー、ガルギアの父親だ。父親？それがどうして私たちを助けてくれたのですか。ガルギアがあのような姿になってしまったのは、私が無限の力を持つタイタンの指輪を授けたためだ。私にはタイタンを取り戻す義務がある。ガルギアのタイタンの指輪に対抗できるのはバリスの剣しかない。レナにはバリスの戦士としての資質があるとアスファーは言う。三人はバリスの剣を持つユウコに会うため展開に向かう。ユウコさん、私にバリスの剣をください。そのわけはガルギアを倒すためです。倒してどうします。戦いは何も生みません。バルナ女王は孤児だった私とアムを育ててくれました。その恩に報いるのが正義だと思います。別に頼んだわけじゃないけど。ガルギアによって死んでいった者たちのレクイエムが私には聞こえます。レナ、バリスの剣を受け取るということはバリスの戦士としての悲しい宿命を背負うことになるのですよ。私と同じ道をあなたに歩ませたくない。覚悟はできています。レナ、あなたはまだバリスの戦士の意味が分かっていません。私の戦いの過去を見せてあげましょう。これがバリスの戦士。これでもまだバリスの戦士として生きていくと言えますか。冗談じゃない、レナ。戦うだけが人生じゃないよ。もし私一人の犠牲で世界が平和になるのなら、喜んでバリスの戦士の宿命を背負います。あなたの意思は分かりました。私の試練を見事乗り越えられるのならバリスの剣を授けましょう。レナに襲いかかる歴戦の戦士たち。この戦いこそがバリスの戦士としての宿命を背負う試練である。そして最後に現れた戦士はユウコ自身だ。二人の果てしない死闘が繰り広げられ、レナの闘志が見事ユウコを破る。新たなるバリスの戦士レナ、バリスの剣を受け取りなさい。はい。バルナは人間界にある水晶柱グラードの頂上にいます。急ぎなさい。新たなるバリスの戦士レナはバリスの剣の導きによって水晶柱グラードを登ってゆく。怒涛のように押し寄せる魔幻衆の強者たち。しかしバリスの剣の強大なパワーの前では敵ではなかった。来たか。お、
だが遅かったぞ。バルナ、死ねい！アム！アム！チッ！アム！アム！美人は損だな。長生きできない。レナ姉さんがガルギアを倒すところを見れないなんて。いつも一緒だよ、姉さん。アム、あなたの願いは叶えてみせる。私のそばにいて見届けなさい。ガルギア、お前が生きるのはここまでだ。バリスの剣に誓ってお前を倒す。そしてもう二度と悲しい戦士は作らない。俺より強い奴はこの世にいない。たとえバリスの剣であろうとも俺を倒すことはできん。我が力は無限なり。レッドムーンを完成したのか。レッドムーン、あれこそが魔幻州の聖地。ガルギアはレッドムーンにいる。レッドムーンでは奴の力は無限だ。たとえどんなにガルギアが強くとも、死んでいった者たちの愛と悲しみと涙が私の中に生きている限り、バリスの戦士に敗北はない。赤き月レッドムーンに立つレナとガルギア。レナがバリスの剣を構えて闘気を発する。ガルギアはタイタンの指輪によって変身し、長身の槍を頭上で振り回す。バリスとタイタンのパワーが激突。空高く飛んだレナの剣が振り下ろされた瞬間、バリスの剣の巨大な閃光がきらめき、空気を裂いてガルギアの命を断ち切る。その輝きは愚かな戦いの歴史を終わらせるバリスの剣とレナの怒りの輝きだった。闇に生と死だけが残った。さすがバリスの戦士、俺の完全な負けだ。とどめを刺せ。そして死んでいった者たちの仇を討つがいい。戦いは終わった。その必要はない。甘いな。しかしその優しさがお前を強くしているのか。親父殿、許せ息子よ。私がタイタンの指輪をお前に授けねばこんなことには。これがバリスの戦士の宿命か。さらばだガルギア。